モデルプレスイコール2023年7月20日、元ビッシュのアイナジエンドが、18日放送のラジオ番組、スクール・オブ・ロック。東京 FM、毎週木曜23時5分、の番組内コーナー、アイナロックス。に出演、ストーンズ、松村北斗に楽曲提供をした際の裏話を明かした。写真、ストーンズ、クリーク、が主題歌。ストーンズ、松村北斗なにわ男子。 西畑大吾 W 主演ドラマで相棒に、松村北斗、アイナジエンドが楽曲提供8月30日に発売されるストーンズの11枚目シングル、クリークに収録される松村のソロ楽曲、ガラス花を楽曲提供したアイナ。映画、キリエの歌、10月13日公開での共演をきっかけに楽曲制作の依頼があったというアイナは、最初にお話しいただいたときはびっくりしすぎて、 本当に私でいいんですか大丈夫ですかそんな楽曲提供したことないですよ。みたいな気持ちもあった、と本音をとろ。制作については、松村さんは、ちょっと儚さがある方かなと思ってて。触れたら壊れちゃうようなイメージが、私の中ではあったんですね。それってガラスみたいだなって思った、と松村に抱いたイメージからテーマを決めたと明かした。アイナジエンド。 松村北斗絶賛また、ボーカルレコーディングでは、本当に本当に貪欲に何回も歌のテイクを重ねてくださりました。その姿勢にはびっくりしちゃって、めちゃくちゃ圧倒されましたね、と松村の姿勢に感動も。歓声が芽吹いてて、歌が全く同じフレーズがないんですよ。歌うたびにどんどん変わっていくし、どんどんいろんな挑戦をしてくださるので、 テイク選びすごく悩みましたね、と挑戦を重ねていた松村を絶賛していた。モデルプレス編集部。